これいい感じですよね。こんにちは、クリッパーことクリッパートルニクスです。で、今回はマイニューギアのフォルカモジュラーを手に入れたんで動画を作っていこうと思います。で、ボルカなんで電池駆動もできますし、スピーカーもついてるんで、いつでもどこでもこのモジュラーパッチングすることができます。このパッチケーブルがこのすごい細かいやつなんですけど、それで一体どんな音が出るかちょっと楽しみですね。ではトルルボルカモジュラー楽しんでいきましょう。ボルカモジュラーは8つのモジュールセクションと16ステップのシーケンサーで演奏できるようになっています。で、ボルカモジュラーはセミモジュラータイプのシンセサイザーなので、パッチングしなくても音が出るようになっています。ファンクションを押しながらスケールを押すとスケールの設定ができます。で、同じくファンクションをしながらトニックを押すとキーの設定ができます。オクターブの変更はファンクションを押しながら5番のダウンと6番のアップで調整します。で、僕もそうだったんですけど、モジュラーシンセを学ぶ前はなんか差し込み口いっぱいあってわけわかんないなっていうイメージだったんですけど、基本的にモジュラーシンセっていうのはモジュールのインとアウトをパッチングしてつないで音を変化させるっていう感じのシンセサイズです。ボルカモジュラーの入出力は枠の色が塗ってあるのがアウトプット、色が塗ってないのがインプットになります。で、丸がこの出っ張ってるのがそれぞれオーディオのインとアウトになります。で、各モジュールのその信号と入出力インとアウトをある程度意識しながらつなぐと、なんとなくモジュラーって使えるような気がします。で、ソースのモジュールはいわゆるオシレーターで2つの三角波で構成されています。で、2つの三角波の1つはキャリア、1つはモジュレーターっていういわゆる FM 変調の音作りをしていきます。で、フォールドを値を上げるとかなり倍音が追加されます。ファンクションズはいわゆるエンベロープです。で、左側はアタック、ホールド、ディケイ式で、右はライズ・フォール式のエンベロープになります。で、右側のライズ・フォールの方は、応用して LFO 波形やオシレーターとして使用することも可能です。で、シーケンスは内部のシーケンスの CV とかゲートの信号を出力することができます。で、ウォグルはランダム波形を出力します。で、上の方はその階段状のいわゆるサンプル&ホールド波形を出力することができます。スプリットは信号を分けたり合わせたりするモジュールです。 LPG は2系統のローパスゲートです。で、ローパスゲートっていうのは VCF フィルターと VCA アンプが一緒になったモジュールです。ユーティリティは2つの信号をミックスするモジュールで、で、モジュラーシンセでは結構使う信号を弱めるアテネーターとしても使用することができます。スペースアウトはいわゆるリバーブですね。じゃあ音出しながらちょっとパッチングしてみようと思います。じゃあウォグルのランダム波形をオシレーターに入れてみようと思います。
これいい感じにちょっと音が変化しましたね。一応こうやって線で繋いであったりして書いてあるんで、なんとなくわかる感じですね。これいい感じですよね。じゃあクロックの信号をファンクションズに送ってみようと思います。やっぱモジュラってこんな感じでいじっていくと楽しいですよね。結構こんなおもちゃみたいな感じなんですけど、やっぱ音は本格的ですよね。まあ、こんなおもちゃみたいな見た目なんですけど、音はかなり本格的なんで、いろいろこれから使い込んでいこうと思います。